営業の有馬さんと2時に約束をしている池田と申しますか。大山ですね。はい、大山かと申します。少々お待ちください。はい、どうですか。ちょっとお電話でお願いします。あ、すいません。池田様がお見えですけど。はい、それでは3階の方へお通ししますね。はい、失礼いたします。それでは3階の方へ。わかりました、ありがとうございます。大丈夫？やっぱ立ち仕事だから。整体行ってきなよ。整体？最近駅前にできたお店ね、評判いいみたいだからさ。ああ、そこ評判いいんだ。悪化する前に行ってみたら？でもそこまででもないかな。行ってきなって。ひどくなったら心配だからさ。ありがとう。すいませんね、もう少しお待ちください。はい、いや、すいませんね、お待たせいたしまして。ご予約の青井様でよろしかったですね。はい、ご予約ありがとうございます。本日初めてのご利用ということでよろしいですか。はい、よろしくお願いします。ではですね、早速施術の方に移りたいと思いますので、そちらの方に、移動しておく体について伺っていこうかと思います。よろしいでしょうか。はい、では早速あちらの方に移動願いますか。はい、こちらでございます。どうぞこちらへどうぞ。まずですね、こちらにおかけになってください。でですね、簡単でよろしいのでこちらの問診票の方をご記入お願いしますか。はい、はい、お荷物をお預かりしましょうか。お願いします。はい、失礼します。もう簡単でよろしいので。あ、はい、記入お願いしますね。今日どうですか、お体どちらがおつらいですか。全体的にちょっと凝ってるんですけど。はい、ですか。そうですね。お足の方とかいかがです。足ですか。はい、足も結構むくんでますね。はい、もう簡単でよろしいので。はい、はい、わかりました。お願いします。ではですね、あちらを頭にして、あ、まずおかけになっていただきましょうか。まずお体の様子を体験させていただきましょうかね。はい、お願いします。肩の方がおつらいということでしたね。そうですね。お仕事かなんかであれですか、結構。あ、そうなんですよ。体のバランスがそれほど狂ってませんね。はい、あ、確かに。ちょっとパソコンすごい使うので。デスクワークも多いんですか。そうですね。眼精疲労ですとか、そういったところからね、肩の方に負担かかることもありますからね。はい。そこ腰の方も随分張ってますね。あ、そうですか。はい、ちょっと押しますね。はい、痛みとかあります。ちょっと痛いですね。右と左でどうです。左の方かな。こちらですか。はい、あ、お足の方もむくんでるんじゃないですか。ちょっと失礼してよろしいでしょうか。はい、失礼しますね。はい、
やはり張りが強いですね。そうですね、ずっとヒール履きっぱなしなので、うん、あ、なるほど。今お仕事帰りかなんか。あ、そうです。あ、少し老廃物の流れが悪くなってる感じありますね。受付の仕事なのでずっと立ちっぱなしなんですよ。ああ、そうなんですか。それで足がずっと。あ、それでそういう制服ですか。あ、そうなんです。なるほどね。反対の足も失礼しますね。お足のむくみはね、皆さん女性皆さんね、お悩みですもんね。そうですね。若干右と左で張りが違いますね。ではですね、こういったことを踏まえて、お靴の方を失礼しましょうか。いいですよ。気持ちいい。試合ましょうか。大丈夫ですか。大丈夫。はい。大丈夫でしょうか。あ、大丈夫ですよ。はい。よくマッサージとかご利用になるんですか。そうですね。結構週1回ぐらいできますか。やはり肩とかですか。辛いのは。そうですね、うん、足とか。ではこちら頭にしてうつ伏せに横になってみてください。はい。お部屋のことが大丈夫ですか。あ、はい、大丈夫です。はい、はい、ではお足の方失礼しますね。はい、はい、失礼します。これだけ貼ってたらお辛かったでしょうね。すごい気持ちいいです。おそらくね、いろいろこう巡りが悪くなってるんでしょうね。老廃物の排出ですとかリンパなんかもちょっと詰まってる感じありますもんね。そうですね、冷え性なんで。うん、確かに少し温度が低いですね、はい。女性の方はね、皆さん多少なりとも冷えに悩んでる方多いですからね。そうですか。はい。多少ですね、右と左で張りが違うんですね。そちらの方が多少気になりますね。おそらく鼠径部ですとか腰周りからの老廃物の排出がうまくいってないんでしょうね。ちょっと押します。痛かったら教えてください。少し痛みあるでしょう。我慢できない痛みですか。いや、ギリギリ我慢できます。痛気持ちいい感じあります。そうですね、痛気持ちいい、うん。お足のむくんでる方はね、必ずこういうところも張ってるんですよね。腰からも流れが悪くなってる感じがありますね。少し体勢変えていきましょうか。はい。こちらのですね、はい、腕をですね、こちら側に回していただいて、そうですね、お足の方をぐっと体の内側に、はい、少し押しますよ。はい、ですか。はい、はい、ちょっと押していきますね。痛くないですか。ちょっと痛いですけど。どうですか。少し力が入ったようですね。はい、お足を持ってくると、ぐっとストレッチしていきましょう。お足の方も暖かくなってきましたね。かなりお足の温度が上がったので、少しこれで様子見た方がいいかと思いますね。はい、はい、では本日の施術はこれで、一旦様子見ようと思います。また定期的にお体の方見た方がいいかもしれませんね。はい、はい、では失礼しますね。よいしょ。はい、そちらにお足を投げ出して。
だいぶ柔らかくなりましたね。ではまたのご利用をお待ちしてますね。はい。整体どうだった？うん、だいぶ楽になったよ。よかった。定期的に行けばもっと楽になるんじゃない？そうね。整体師さんもいい人だったし。あ、本当？うん。え、なんかおじさんとかがやっぱやってんの？え、気にしてるの？そんなこと。いや、イメージがさ、なんかそんな感じだから。全然普通な人だよ。あ、そうなんだ。優しそうな人。いいなぁ。俺も行ってみようかな。うん、いいと思う。ほんと？うん。失礼します。はい。ご来店ありがとうございます。前回の施術から少し改善の傾向ありますか？そうですね。そうですか。はい、それは良かったです。本日はですね、葵様のために特別なオイルを用意しました。オイル？はい、老廃物の流れが一気に良くなる特別なオイルです。それでですね、お着替えを用意しましたので、はい、こちらの方にお着替えをお願いします。オイルがついてしまうと困りますからね。はい、これですか？ね、オイルの効能が最大限に発揮されるように、特別面積は少なくなってますが、その分効果が高くなりますので。ではお着替えください。私その間外出てますので、終わりましたらお声をかけてください。はい、失礼します。着替え終わりました。あ、では早速施術の方に移りたいと思います。ではうつ伏せになってお待ちになってください。はい、ちょっといいですか？どうしました？本当にこの格好で始まるんですか？そうですが、何か問題でもございますか？いや、ちょっと面積が狭いかなって。大丈夫ですよ。その分オイルの効能が高くなりますから。本当ですか？さあ、せっかくお召しになったんですから、横になって。どっち向きですか？はい、こちらをうつ伏せで横になってください。改善されたか見ていきましょうね。失礼いたします。力抜いて楽にしててください。前回と同じように横になって、そう、
かしたの。なんかさっきから元気ないみたいだけど。ちょっと仕事の疲れが。あ、そうなんだ。整体行ったのにね。じゃあ明日も整体行ってみたら？なんか俺も最近凝ってるし、整体一回行ってみようかな。あそこの整体評判いいみたいだし。俺もマッサージしてほしいな。よく来てくれましたね。それ消してください。ええ、もちろん消しますよ。ちゃんとお体が良くなったら。わかりますよね。ここは整体ですから。お疲れ様。どうしたの？なんか今日一日ずっと元気ないけど、なんかあった？そう、風邪かな。そう？大丈夫？うん、ありがとう。まあ男でしょどうせ。元気出しなよ。さ、時間あるみたいだし、整体行ってくれば。今日はいいや。え？でも最近行ってないみたいじゃん。行くのがめんどくさくて。ああ、それは。確かにね。あそこ。こんばんは。お邪魔します。どうして？あ、どうもどうも。あ、どうも。すいません。うち、出張マッサージもやってるんですよ。あ、なんか、たまたまホームページ見てたら、どうやらなんか出張マッサージもやってるみたいでさ。ほら、行くのめんどくさいってさっき言ってたじゃん。あ、じゃあ、どうぞどうぞ。よろしいですか？はい、もう上がってください。お邪魔いたします。はい。どう？気持ちいい？うん。よかったらなんですけど、僕もちょっと最近首とか肩結構凝ってて。そうですか。後でやっていただけないですかね？ええ、ぜひ。あ、本当ですか？はい。じゃあ、僕、向こうにいますので。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ごゆっくりどうぞ。
いいです。いい彼氏さん。マッサージどう？うん、いい感じ。あ、本当？彼女受付やってるんで、多分足がだいぶ疲れてると思うんですよ。そうですね、お足も背中も腰なんかも随分張ってますね。ああ、やっぱりそうですか。すいません、そこら辺ちょっと入念にほぐしてあげてください。そうですね、こちらの方しっかりとほぐしておきましょう。しっかりとね。じゃあお願いします。どこしたの？ごめん、なんでもない。ああ、そう。次の方どうぞ。ようこそ、葵さん。今日はどちらがおつらいですか？さあ、行きましょう。していきましょうか。どうしました？随分緊張されてるようですね。こんなにこわばって。